粘りました。興奮冷めやらぬまま、第2部、楽しい丸感激ムハート祭り115涼しき出していただきます。はい、ということで、辻に先当たりまして、稲見人気城主殿をスポットライトにしていただきまして、はい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 、ございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで、まずは魔除けの龍神灯明、稲見人気城主殿にお願いしたいと思います。それではお呼び出しからさせていただきます。参ります。魔除けの龍神灯明、みっちゃん先生隊代表、稲見人気。それでは感謝を込めて点火させていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝してます。人気城主は、本日も原田光三城主とともに、八大竜王推奨達成のお仲間の皆様のお名前のお呼び出し、渾身のお呼び出しをしてくださっております。ありがとうございます。感謝してます。先ほどまたよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では、一旦こちらに、続きまして、19時、回りましたので、世界平和を祈って混合体激文で本日は、激文援軍させていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ではまずはじめに、魔除けの龍神灯明の真打ち、城主稲見人気殿、よろしくお願いいたします。はい、それでは魔除けの龍神灯明に感謝を込めて真打ちさせていただきます。はい、はい、ありがとうございました。感謝してます。今日も素晴らしいお呼び出し、渾身のおたくびありがとうございました。感謝してます。ありがとうございます。そして皆様ありがとうございました。そして感謝してます。はい、そして井美先生、はい、今日もありがとうございます。今日はこちらの、こちらからこのスタジオから、はい、スタジオからもうご一緒させていただき、感謝してます。ます、はい、ありがとうございます。はい、では、はい、ひとり先生からのメッセージをお預かりいたしましたので、はい、発表させていただきます。はい、皆様のおかげさまで、いい波動が入りました。おめでとうございます。せーの、万歳万歳万歳、よっしゃー、おめでとうございます。素晴らしい今日。いやー、いやー素晴らしい、いやー素晴らしかったです。はい、洗脳式典、はい、もう素晴らしかったでした。ご一緒させていただきありがとうございました。ますます素晴らしい波動で、本当にうち先生といつも感謝しております。感謝いたします。もう花井隊様の応援、大応援のおかげさまでいつもこうやってね、皆様、そしてね、みっちゃん先生隊の皆様、あの、みゆき城主、皆様方、はい、本当にありがとうございました。ま、そしていつも素晴らしい進行も感謝してます。こちらこそ感謝してます。もう大安寺のホスト様もありがとうございます。ありがとうございます。もう先生の、あっての、はい、あの、本当にあの素晴らしい進行ですので、本当に感謝してます。皆様おかげさまでございます。ありがとうございます。はい。今日も大安寺の中で、本当に感謝してます。感謝してます。ひみ先生はもう本当にあの絶好調なスケジュールの中、今日迎えるまでに、今日迎えるまでに、ね、四国へ行かれる。本当にありがたい。いや、もう本当にありがたいことで、はい、あの、皆様のおかげさまで、はい、あの、昨日も、はい、あの、愛媛の方に行かせていただきまして、はい、あの、みっちゃん、一人、斎藤一人、はい、みっちゃん先生の講演会の二人会ということで、開催させていただきました。あ、会場があの、人気城主の、人気先生、人気先生の、はい。はい、この、慎吾先生と、はい。慎吾先生と、あと、はい。おめでとうございます。あと、久保田一子先生が。一子先生は、こちらですかね。こちらの。一子先生いらっしゃいますでしょうか。まだちょっと、到着。一子先生は、橋本真澄先生。一子先生はいらっしゃいますか。ここですよね。あ、ここ。いらっしゃいます。あ、一個先生。一個先、あの、久保田一個先生は、はい、ご到着は、まだ、感謝してます。こちらに、後ほどいらっしゃいますか。あ、あの、お店で、
ハイティーっていうアフタヌーンティー、紅茶の会があって、なんかちょっと後片付けが終わってからっていうことでした。後ほど駆けつけてくださるということで、かしこまりました。ありがとうございます。じゃあ、後ほどまたよろしくお願いいたします。感謝してありがとうございます。ます。すごい四天王大会場を今お待ちになってる最中でしょうね。そうですね。はい、じゃあ最初に、じゃあ、今なんか静かに微笑みをたたえている、じゃあ、四ツ石志子先生からちょっと、はい、どうでしょうか。お疲れ様でした。感謝してます。ます、聞こえますでしょうか。はい、まずですね、稲ちゃん商店のね、稲見ひとき上司様、それから稲見のりこ上司様、それから、稲ちゃん商店のね、まな弟子の皆様、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。感謝してます。僕にとってはね、やっぱり昨日もすごく感じたんだけど、愛媛という場所は聖地だなって。で、それはね、なぜかっていうと、やっぱり、人気上州、のりこ上州、それから、マナデスの皆様の波動の高さ、それをね、毎回愛媛に行くたびに感じます。で、昨日お話ししたね、やっぱり人吉さんの教えで大切なこと、和顔愛語、笑顔、そして愛ある言葉、それから感謝してますという、挨拶の輪を広める、それからだんだん良くなる、未来は明るい、これを続けていくんだよ。ただ、そのし続けることがなかなか難しいんだよって。で、僕が昨日思ったのは、これを一番し続けなくちゃいけないのかなって。ひとりさんのそばに居続けることが一番大切なんだなって、昨日お話しした時にね、ちょっとひらめいてね、感じたことです。本当にね、ひとりさん、みっちゃん先生、それから社長様方、本当に出会えて幸せだなって思います。それから本当にね、本当に愛媛というのは聖地だな、素晴らしい場所だな、本当に波動が高いなっていうのを昨日本当に強く感じました。どうもありがとうございました。以上です。ありがとうございます。では、今きっと、久保田英子先生は、大会場に向かって、生きているところだと思いますので、はい、先に、はい、では、その愛媛の稲見ひとき先生のお店、そちらの店舗さんの方でのですね、はい、会場をお借りしまして、させていただきましたが、ご参加の先生方、はい、今、お二人目の前にいらっしゃいます。では森川先生から、感謝して昨日は本当にお世話になりました。ありがとうございました。では森川隆先生から、じゃあ一言、ご感想を頂戴してもよろしいでしょうか。感謝してます。感謝してます。昨日の講演会を聞いて、先ほども慎吾先生からあった和顔愛語、和顔愛語ということはとても大好きで、和顔は笑顔、愛語は愛ある言葉、もうその話を聞いて、その次に、それを続けることが大事という話を聞いてですね、帰って早速奥様に和顔愛語ですね、笑顔を振りまいて、愛ある言葉を振り向いて、それから翌朝も続いて、ここへ出かけるまでずっと続けてきたらですね、出かけるのに大丈夫って言った奥さんがですね、行ってらっしゃいって言ってくれて、それもあったときに笑顔でいてくれるんだったら、もうそれは素晴らしいってですね、奥さんにも褒めていただいて、気分よく今日ここに来ております。昨日の講演会のおかげです。どうもありがとうございました。おめでとうございます。素晴らしいですね。今日もね、本当堂々たる四天王様の雄たけび果たされまして、本当大役ご活躍様でございました。森川先生、感謝してます。ではそのお隣の、真っ赤な口元が輝いている、ありがとうございます。トモトモ先生、先生もじゃあ一言よろしくお願いします。感謝します。感謝します。昨日はすごく、もう幸子先生のお話
聞いてですね、もう涙あり、そして笑いあり、もう優しい口調でですね、もう私も癒され、もうすごくあったかい人なんだなと、もうまた魅力的に思いました。ゆき子先生ありがとうございます、感謝しています。うん、で、慎吾先生のお話も、いつものようににこやかな顔で私たちをすごい包んでくれるような形で、ね、みっちゃん先生のお話、花石社長の話、もうそれも含め、和顔愛護っていうすごい、またバーンと入りました自分の体の中に。うん、で、オーリングさせていただいたんですよ、うん、慎吾先生ね、はい、で、感謝してますっていう言葉をね、ちょっとやってごらんって思って、うん、慎吾先生に開いてもらったんですけれども、もうその体験がすごくって、もうなんか言葉で言うのは大事だよっていうのを聞いてたんですけれども、慎吾先生からまたこのオーリングしてからもうまたバンと変わりました、考え方、うん、そして笑顔でいる大切さ、もうすごいまたまた気づきをいっぱいいただいて、もうすごくもう心も爽快で、もう今日も感謝しています、ありがとうございます。嬉しいです、もう本当に良き日にね、本当にこの素敵なまたメッセージも頂戴いたしまして、おめでとうございます。感謝してます。はい、ではこのここにこの場でもしかしてちょっと素敵な先生、崎山翔子先生が、あ、はい、ここからちょっとまた、はい、なんとですね、崎山翔子先生が、ここ、今駆けつけて、ピンクのキープでもって、はい、ちょっとこの場をお借りしましての、はい。皆さん、わかりますでしょうか？わかりますですね、この、崎山翔子でございます。崎山翔子でございます。わかりますよ。かわいいですね、うん、先生。ありがとうございます。ビビーちゃんみたいな。かわいいです。今、長らかくして。長らかくして1枚いただきました。はい、そうです。なんと、今から、やって、つけていただいての、ちょっと後半の、ビフォーアフターということで、では、まず先生、お顔をしっかり見せてくださいませ。こんな感じです。あ、ツルツルで綺麗ですね、先生。水素様、しっかり。そうですね。かわいいです。はい、今、まさか。中はこんな感じで、たっぷり入ってます。はい、たっぷり、たぶんポタポタと垂れるぐらいの、そうですね、出したら、はい、垂れそうな感じ、垂れそうな感じ。この中にもまだ残ってますね。はい、そうですね。で、そこにもちゃんとこれははい。形に。ことになりました。もう見ててもこのね、美容液がたっぷりそのシートに含まれてるのがこうわかりますですね。プルンプルンの。はい、ではまずお目目に。バッチリですね。ここに耳かけ。はい。あります。これを、とりあえず外をかけてみます、ね。外かけてね。うん、すごいです。皆様が覗き込んで、すごい。いいですね。いい感じ。ちょっとなんかカメラが反対で。やり方が、でもそうやってそうですね、額に当てていただきまして、そして顎を、そうですね。ちょっとね、先生お顔小顔でいらっしゃるからこううまく。かかりましたね、うん。はい、内側にかけられました。はい。はい、そして顎を包み込むようにして、そうですね。そこをぐっと、ぐっと。おすごい。上がりました。はい。いい感じです。いい感じ。かわいい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 と言って、ひとき先生にも。かわいい、入りました。この他にもまだ今ここギュギュッと、こんなにあるんですね。すごい、
なるほど。なるほど。癒しの時間ですね。あ、これは。あ、そうです。じゃあ、ちょっとその、その、あ、そうだよね。じゃあ、そのちょっと耳のかけて、はい。じゃあ、それでまた。あの先生の後ほど、ああでもたっぷり今は先生のそのちょっとこの感覚としてはどうですか、そのパックをした感覚、こう引っ張ってもらってる感じですね、引き上げてあのフェイスラインがこう引き上がってる感じですね、はい、あ後ろでなんかギャラリーが非常に盛り上がってるんですね、この喜びのこんな感じでーす。じゃあちょっとその癒しの楽しみですね。じゃあまた後ほど、はい、先生よろしくお願いします。はい、あーすごいです。ありがとうございます。本当だ。立派ね。本当だ。すごーい。あ、それさ、設計して、はい、みんなですか。はい、じゃあ。またじゃあまたよろしくお願いします。感謝してます。感謝してます。はい、ました。では今だいたいこの20時50分55分ぐらいに今つけられたようですので、じゃあまた後ほど、じゃあご感想をお伺いしたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。感謝してます。ますはい、はい、では伊子先生はまだちょっとご到着前のような感じですね。はい。はい、ありがとうございます。では、はい、ご感想も、頂戴いたしましたし、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。感謝してます。感謝してます。昨日本当に皆様に大変お世話になりました。ありがとうございました。はい。大丈夫ですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。では、ですね、この本当に嬉しいね、二人会。ね、ちょうど今、ひとき先生も映ってらっしゃいますけども、昨日の二人会と来て、9月は、ひとき先生も、そういよいよ、はい、いよいよ、いよいよ、はい。江戸川で開催されます。ありがとうございます。はい。はい、三人会にご登場ということで、はい、ひとき先生、また、本当に先生の中のひとき先生の話、またお楽しみにさせていただいていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。9月の8日の日曜日。日曜日。日曜日。はい、グリーンパレスでですね。はい。あ、はい。あ、出ましたですね。あ、後ろにも。ありがとうございます。先生、ありがとうございます。はい、三人会の講演会の方。はい、こちらは岩手県の笑顔堂様の柴崎博文先生、そして翔子先生、そして稲見ひとき先生の店からの稲見ひとき嬢様。はい、こちらのお三方での、はい、みっちゃん先生対斎藤ひとり先生のみっちゃん先生対三人会の講演会ということで、9月の8日の日曜日、はい、時間は2時からスタートということで、ただいま、皆様の、ご参加の、リストの方、ですね、作っておりますので、どうぞご参加の方は、ご希望の方はどうぞ、ひとりさんファンクラブ店もしくは、みっちゃん先生対事務局の方までご連絡くださいませ。お待ちしております。ありがとうございます。感謝してます。感謝してます。嬉しいです。あ、ひとき先生、ちなみに今のご心境はいかがですか。先生もう、9月というと、まあ、あと2ヶ月後に、はい、2ヶ月後、少しずつ考えてるんですけど、楽しみで、の話とかね、いこ先生の話とか皆さんの話素晴らしいんで、まあ、こんなんでいいんだぐらいしか伝えれないと思うんですけど、こんなんでも大丈夫ですよっていうぐらいお話をさせていただきます先生の熱いお気持ち、ね、熱いハートのメッセージいただきたいと思います。またよろしくお願いします。はい、感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、という、ありがたい、ですね、皆様の、本当に感謝いたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝してます。はい、はい、では、はい、もう感謝してますと言ったら、はい、また楽しい、はい、そうですね、わがんあいご感謝してます。ゲー ム, ゲーム、はい、ありがとうございます、はい、またね、素敵な体験談をご、お話しいただけたらと思いますので、はい、ではまずこちらから、うん、はい、はい、お願いします、はい、ではナチュラルビューティーの稲穂上手、もしね、タイミングがあれば、あ、
かも、もしかしたら。あ、いらっしゃいました。はい、稲尾聴取よろしくお願いいたしまーす。感謝してまーす。感謝してまーす。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、感謝してます。ナチュラルビューティーの稲穂です。和顔愛護の体験談と感謝してますの体験談なんですけど、まず和顔愛護の愛護の方が、今だったらひとりさんの教えてくれた感謝してますっていう言葉を言うことだと思うんですけど、お客様からも結構感謝してますを言ったことに対しての体験談をいただいて、で、なんかやっぱり最初はちょっと、他の人に言いづらい言葉みたいで感謝してますっていうのが、でもその最初の一言が言えちゃうと、もうなんかあとは簡単に言えるっていうか、そういう方が結構いらっしゃって、で、感謝してますって言えた時はやっぱり自分自身がすごく嬉しい気持ちになるみたいなんですね。で、私も、同じで最初はちょっとマルカンの人たちだけに言ってたり、コンビニとか郵便局で言うのはちょっと抵抗があったんですけど、最初の一言が言えちゃうと、もう、やっぱりあとはすごく、勢いが乗ってくるっていうか、やっぱり場数を踏んでると、どん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 普通に言えるようになって、相手の反応とかもそんなに気にしないで言えるようになりましたね。で、やっぱり全国の仲間がいて、全国で同じように感謝してますって言って、光の波動を出してる人がいっぱいいるんだなって思うと、それがすごく心強かったです。で、やっぱりありがとうございますよりも、感謝してますって言った方が、相手の人の、反応がいいっていうか、ちょっと、一言多くありがとうございますっていうふうに言っていただけるなっていうふうに感じてます。で、和顔愛護の和顔の方は、やっぱりずっと感謝してますって言い続けられるわけじゃないので、やっぱり普通に外に出て歩いてる時とかは、ひとりさんの教えてくださった、お顔のツヤと、髪の毛のツヤと、あとキラキラ光るアクセサリーをつけて、で、それで和顔で、ちょっと微笑んで歩くみたいな感じでやってたんですけど、やっぱり子供の反応がすごく分かりやすいなって思ったことがあったんですね。なんか外で歩いてると、その子供、ちっちゃい子が遠くから近寄ってきて、なんか手を振ってくれたりとか、わあキラキラ綺麗だねって言ってくれたりとか、なんか子供のちっちゃい子の反応がすごく分かりやすいなって思いました。で、なんかそうやって、一人で日々日常に戻ってやってると、なんかそんなに、日本のためになってるとかそういうのは全然分からないんですけど、こうやって、マルカンの、みんなと、感謝してますとか言い合ったり、艶を出すんだよとか、そういうことをやってると、やっぱりそのみんなの光、感謝してますの波動とか、安心の波動が広がって、多分日本の明るい未来につながってるんだろうなって思いました。以上です。ちょうど稲穂聴取の後ろにあるひとりさんとみっちゃん先生のご本、先日6時だよ全員集合でも、稲穂聴取言ってくださってましたけど、ひとりさんが、はい、この達也部長がこうクイズ形式で、この和顔愛護をすることで一番難しいことは、っていうことで、それが続けることっていうのを教えてくださったときに、稲穂聴取がもうそれを聞いて、もうこのちょうどタイムリーに、今ひとりさんとみっちゃん先生の新刊の、
この世を天国に変える図、このバカ図、はい、のお話で、ここに全てが書いてあるというふうにね、すごいインパクトのあるね、はい、ありがたい言葉をいただいたんですね、うん、はい、そう。それを先ほどもバカずとおっしゃってくださってますけど、うん、はい、本当にそれを続けて積み重ねて、うん、実践されてるっていうお話をね、今も、素晴らしいですね、はい、やり続けてね、でも本当もうとってもお美しくてツヤツヤでね、はい、うん、本当に可愛らしくて、はい、最高の笑顔のね、稲穂先生、本当素晴らしいです、おめでとうございます。感謝してます。感謝してます。レイアウトもとても素敵です、ね、ね、はい、どうか美術館にいらっしゃったかと思います。素晴らしいです、はい、稲穂上司はもちろん輝いてますし、はい、この美術館のような、はい、ね、素敵です。ありがとうございます。感謝してます。感謝してます。はい、ありがとうございます。はい、はい、では、はい、あ、よろしいですか、はい、よろしいですかね、はい、では、河野りっちゃん先生、りっちゃん先生、はい、あ、はい、あ、いらっしゃいます。あ、ムーディーな。感謝してます。感謝してます。感謝してます。おー、ケータ先生の声が聞こえました。ありがとうございます、リチャー先生。よろしくお願いします。お願いします。では。さとこちゃん先生から一言ずつ、はい、してもらっていいの、はい。お願いします。感謝して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 ます。ですね、うん、私は最近ちょっと体験したことなんですけど、はい、先月の中頃からですね、私の勤めてるクリニックの先生が体調を崩してしまって、それで1週間ちょっとお休みになったんですね。それで大診の先生が決まって、毎日大診の先生で続けることになったんです。それで患者さんが1週間休んでたので、ぼっと毎日毎日毎日連日来てくださってるんですけど、それで待ち時間がすごく長くなってしまって、うんうん、まず患者さんも励ましてくださる患者さんもいるんですけど、やっぱり薬だけでも欲しいとか、うん、どのぐらい待たせるんだとか、うん、そういったお言葉をいただいたりするので、その時に伊藤先生にアドバイスを受けたんですね。感謝してます、あ、お世話になってます、感謝してますって最初に言った方が、まず感謝の言葉を伝えるんだよっていうことを言って、それをちょっと実践したんですね。そしたらやっぱり患者さんは送ろうと思っているところを感謝してますってその一言で話をよく聞いてくださって、さらには頑張ってねっていう言葉に変わってきているので、まあもちろんその言葉は、この話を最初にカウンター越しで話してることを、後ろにいらっしゃる患者さんがみんな聞いてるわけです。うん、それで、その、感謝してます、お世話になってます、今日は大変こんな事業で、残念。ご迷惑をおかけしてすいませんっていうことをきちっと話したら、もう怒る患者さんがいなくなってきて、あー、すごい、その感謝してますっていう言葉が偉大だなっていうので、ね、ちょっと今実感してます。あ、すごい、先に感謝してますって言うと本当にその感謝の波動が広がりますね。なんか心にも染みまして嬉しいですね。で、最初の頃は最後に感謝してますっていうのも、はい、入れてたんですね、うん、それを最初に頭に持ってきたらいいよと、あ、すごい、教えていただいて、それを先に言ってやりだしたら患者さんの気持ちが随分落ち着いてきて、うん、頑張
張ってねっていう最後には言葉に変わって、あの、よくなりますね。おめでとうございます。最近の出来事では、あの、あ、最近の出来事って全部最近なんですけどあの私も四国の、あの、八十八箇所を始めて、はい、出会う人に、はい、挨拶代わりで、こんにちは、感謝してますという言葉を、挨拶すると、笑顔で挨拶を感謝してますって言うと、最初何言ってるかわからないけど、すれ違う人がみんな笑顔で頭を下げたり、笑顔で返してくださってる。それをちょっと、あの、2日間ちょっと実践しっかりとさせていただきました。あ、おめでとうございます。もう一ついいですか？あ、はい、どうぞ。サービスエリアで、あの、手洗いに入った時にですね、お掃除してらっしゃる、お姉様に感謝してますって言ったら、やっぱり、にこやかな顔してどうぞって言われたんですね。で、お手洗い終わって外、売店の方に向かって歩いてたら、そのお掃除してた、あの、お姉さんが、あ、素敵な人かなって向かってニコニコにまた返してくださったんで、嬉しかったです。あー、よかったでした。以上です。はい、ちょっとおめでとうございます。はい、じゃあ、さとこちゃん先生。さとこちゃん先生、あ、感謝してます。感謝してます。私は日常で、感謝してますって言うんですけど、まあ、例えばレジ、買い物に行ってレジに並ぶときに感謝してますって言うと、あの、お姉さんたちがニコってしてくださったりで、会計終わるときも、感謝してます、ありがとうございますって言うと、倍笑顔になって帰ってきたり、あとはコインランドリーとか、本屋さんとか、あと、掃除、清掃会社の人とかに、まあ、感謝してますって言うと、まあ、みんなニコニコして、ありがとうって言ってくれたり、そうですね、そんな感じですね。すごいたくさんね、そうやって会う人にね、感謝してます、はい、挨拶のゲーム広げてて素敵ですね、さとこちゃん先生。はい、感謝してます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。あ、りっちゃん先生りっちゃん先生、一言お願いします。はい、私はですね、まあ、あの、宅配の方とかにやはり使ってるんですけれども、すぐに言いますと、なんか今までよりも会話がすごく弾んでですね、はい、もう笑顔で大笑いするような感じになっても、あの、そしゃって言って、こう元気に言ってくれるんですね。あと、あの、電話で、無的なこととかをですね、まあ、会社に聞かなきゃいけない時とかですね、その時に最初にやっぱり言ってしまうんです。あの、あ、感謝いたしますとかって言うとですね、すっごい丁寧に、優しく教えてくださるんです、皆さん。だから電話の時こそ、顔が見えないので、すごい波動が伝わるんだなと思って、使って楽しんでおります。感謝してまーす。わー、素敵な感謝してますゲーム、やっぱりやればやるほど、なんか本当自分自身も楽しくなりますね。ね、はい、最高の波動が本当に広がっているようで、本当におめでとうございます。ありがとうございます。ゲームになりましたので、軽やかに何度も言えるようになったのがとっても嬉しいです。あ、すごい。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。感謝してます。嬉しいですね。もう本当にね、あの、ケイタ先生ね、ケイタ先生もね、あの、学校でね、あの、それこそだんだん良くなる未来は明るいってね、あの、
そう、本当にだんだん良くなる未来は明るいだよって、ね、同級生のクラスメートさんに言ったりね、して、そしたらそのクラスメートさんもだんだん良くなる未来は明るいって、ね、言うようになったとかね、感謝してますが、何でも、本当、ケイタ先生こそすごい実践で。ね、ケイタ先生も。すごいです。もうすごい実践者の啓太先生にいつもね、私たちもうすごいパワーと励みをねもらってるんです。啓太先生もありがとうございます。ありがとうございます。感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいパワーが、ね、ありがとうございます。リちゃん先生、タカピーちゃん先生、ありがとうございました。ありがとうございました。感謝してます。すごい、今日はまた素晴らしい飛天の間大パーティー会場からね、つないでくださいました。本当にありがとうございました。楽しいお話、感謝のお話、感謝してま す, てます。ありがとうございました。はい、はい、という嬉しいですね、はい、感謝してます。ね、言えば言うほど素敵ですね、はいはい、仲良くなれる感じはすごくわかります ね, すね、はい、今まで以上にそうですね、なんかこの感謝してますというこの挨拶が、はい、なんか距離が縮まるっていうかですね、大和さんなんかも、大和さんも本当にもう、はい、ね、大変お世話になってる大和さん、はい、こうよく行くコンビニのコンビニさん、郵便局さん、はい、この私もこのなんかトライアングルの中でこの生活してる中ででも、はい、本当に、素敵な、なんか波動が発展してる先生も、あ、そうですね。あと皆さんおっしゃったように結構言ってみると、皆さん意外とこう、何も抵抗がないというか、逆により 距離が近くなって、もう自然な絵とかもなく、うん、スムーズに。ああ、素晴らしいですね。いやー、でも、はい、本当に素晴らしいことをね、またゲームでやらせていただいて、はい、感謝しますの挨拶の、この輪が本当に広げようっていうね、うん、その言葉、本当に今、この時代に嬉しいです。はい、嬉しいです。改めてさせていただいてまして、感謝してます。感謝してます。素晴らしいお話、皆様ありがとうございます。ありがとうございました。感謝してます。はい。はい。はい、では、あ、先ほど翔子先生も実践してくださってましたが、オーセレブながらパック、す、は、で、い、に、実践をしてくださった先生の、ちょっと体験談を、伺えたらと思いまして、はいはい、ちょっと今、お探しをさせていただきました。あ、いらっしゃいました。南草津店。はい、八甲文香先生、中瀬文香先生。もう、渾身の動画を拝見いたしました。いや、素晴らしい。嬉しい。もう、感謝してます。感謝してます。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと一足早く、ながらパックの体験をさせていただきまして、というのも、アメリカからミッションが飛んできまして、社長からね、オフィスにあるので、ちょっと体験してシェアしてくださいということで、はい、ちょっと使わせていただいたんですけれども、やばいです。やっぱりツヤとか潤い、それからその透明感、張り、引き締まり、全部、夢のような、私たちが欲しいものが全部1回のパックで1100円で、しかも家で、ホームエステ、以上のホームエステ以上みたいなのを、できて、本当すごいなってちょっと感動しました。で、やっぱりいろんな潤い成分とかいっぱいいろんな成分、もりもりで入ってると思うんですけど、抗炎症作用のある成分も入ってるので、本当にこのこれからの季節、日焼けとか海水浴とかイベントとか旅行とか屋外のそういうので日中のダメージをその夜の1時間のケアですごい取り戻せるというか、そういうのを自分でできるっていうのも本当に嬉しいですし、あと夏場って結構こう汗ばんだりとか、あとちょっとオイリーになる方も多いと思うので、結構こう乾燥というよりはしっとりしてる風な気分になって、化粧水もいいやとか、クリームもベタつくしいいやみたいな感じで、ちょっと保湿とかをこう
何こうサボるというか、何て言うんですか、おろそかになる人も多いと思うんですけど、うん、そのつけって涼しくなった秋口に出てくるんですよね。やっぱり目元とか口元の乾燥だとかたるみとか、あと毛穴が目立つとか、そういうのが9月とかに涼しくなってから出てくるので、このこう夏場の大切な時期にこのながらパックが発売されるのも、もうとっても時期的に嬉しいですし、あとやっぱり1回でこれだけ効果が、私的にはね、ちょっと30日間ながらパック、癒しの、集中ケアをやっていきたいと思ってて、すごい、1ヶ月続けたらどうなるんでしょうみたいな、すごい楽しみで発売をすごい心待ちにしてるんですけれども、うん、やっぱりそうやって自分でケア、集中ケアできるようになると、同窓会とかね、うん、こういう結婚式とかね、成人式とかそういうパーティーとかイベントとかでこう自分で集中してケアができるようになるとすごい心強いですし、うん、なんかそういう意味でも低価格でわざわざエステに行かなくてもケアできるっていう、そういう商品が出たことが本当にありがたくて、しかも私たちはほら秋に素晴らしい美顔ファンデーションのコードが出るじゃないですか、だからそれに向けてもちょっとお肌をこう整えて新商品を迎え入れたいって、お肌をちょっとねちゃんとやってからひとりさんの素晴らしいファンデーションをまた使わせていただきたいので、そういう意味で本当に発売が楽しみで、ちょっと配分花井隊もよろしくお願いします。多めに。配ってください、よろしくお願いします。もちろんみっちゃん先生隊もですけど、ぜひぜひ。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。すごいですね。でもそれだけもう、はい、やっぱり実感されてるってことですよね。でもその、はい、いいですね。1ヶ月。はい。はい、集中、はい、毎日、はい、毎日ケアってことですよね。はい、でもそれでも、うん、いわゆる、まあ、うん、もしかしたら外でするね、ね、そういうサロンでする1回分ぐらいっていう感じですよね、はい、きっと毎日。1ヶ月で3万円だったら安いですよね。そうですね。まあ、毎日、それもしかも毎日して1ヶ月3万円って言ったら、はい、もうこれはもうどんなに美しくピカピカにツヤツヤに色白にそしてこう揚げ揚げに、あ、その中のふみか女子が確かつけてる時にこう、うん、口角を上げとなんかよりいいっていうなんかお話をされてました、ね、はい、やっぱりこうベタって、はい、一旦やっぱり押さえつけるとこういう風になるんですよ。中でもこう揚げをパックするとよりこう上がるんじゃないかなと、うん、それは使いながら思いました。あ、意識してここら辺を上げてパックの下でも上げていただけるといいんじゃないかなと。あ、その動画を見せていただいて、うん、まさに今の和顔アイロンとつながってるな。そうです。拝見しました。でもうなんかパックしてる顔がもかわ、ね、なんかもうすでにここがこうなんかこうニコッとしててこう、はい、すごい可愛らしい感じの、はい、本当拝見しまして、ね、ますます小顔で色白で素敵。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。すごい、すごい楽しみですね。楽しみ、ますます見させていただいてますます欲しくなりました。ね、本当に。そして、はい、なんか本当続けてやってみたいですね、はい、ね、一箱に、うん、まあ、6パック分入ってますけれども、はいはい、ね、本当に集中して1ヶ月間やったらそれで、うん、ね、3万円分でできるって言ったらもう最高ですね、うん、いいこと教えていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝してます。はい、ありがとうございます。今日ね、ご都合合わなかったんですけど、うん、はい、リンネ上司も、動画を撮ってくださったんで、ふみか上司の動画と、よかったこの動画のまた概要欄に、貼り付けをさせていただきたいと思いますので、なんかいろいろこう、はい、保湿のなんか数値で、はい、そう数値が、はい、くださっている、すごい分かりやすい、ふみか上司と、輪廻上司とね、素晴らしい動画を、早速もう本当に光のスピードで撮ってくださったので、本当に惜しみないシェアありがとうございます。感謝してます。感謝してます。はい、ありがとうございます。はい、はい、
ではじゃあ、はい、この、感動のお話もお伺いしまして、はい、じゃあ私どもの方で、はい、向井先生は、あ、いらっしゃいますでしょうか。はい。あ、感謝。あ、お、すごいフェイスラインが。そうなんです。ねえ、はい。あら、あの、先生の、じゃあちょっと、あの、向井先生の、あの、どんな感じで、あ、でも本当に、素敵ですね、あの、お話を。では、聞かせていただいてもよろしいですか。感謝してまーす。本当にあの、今回15分ぐらいしかちょっとつける時間がなくてですね、それでどうなるのかなって思ってたんですけれども、本当にもう自分でもなんか別人かなって思うぐらい変わっちゃいまして、それがなんか写真をまた顔がパックつけて顔、お顔が上がってるなっていうのは気づきながらも、その写真のビフォーアフターを撮った時に、あら？これなんか違う写真で撮ってるんだなって思うぐらい、別、なんか本当に目もパッチリ開いて、そうでした、本当に、そうです。なんかすごい変わっちゃったんですよ。本当15分で、あの、ちょっとこう、あの、こちらからこっちの、目の大きさがまず違う。で、あの、この、たるんで、ここの、あの、ほっぺたがちょっとたるんできてたのが、ぐっと上がりまして、なんか、目もちょっと疲れてきてたりして、片目がちょっと小さくなったりするんですけど、目がバチンって、ああ、して、本当に、目もなんか2トーンとか3トーンぐらい変わっちゃったかなっていう、感じの。そうですね。もう、本当に目の大きさとこのフェイスラインの、はい。あの、はい、このシャープさっていうのが、この、ビフォーから、こう、アフターに変わっていくのが、もう、本当に、そして目の下も変わりますね。目の下の涙袋のところも。目の下、実はちょっと、あの、たるみとか、やっぱ、クマとかがすごく悩みだったんですけど、目の下のたるみ、クマみたいなのが、本当に今、見たらわかりますかね？違う。なんですよね。そうですね。本当に、すっと、もう、はい、もうすっきりと。すって、こう、たるむのがなんかすってなっちゃったんですよ。本当に。で、あの、本当に今もその、あの、顎のシャープさが、今もね、続いて、なんか、あの、次の日、起きて顔を洗おうかなと思ったんですけど、一回水つけたら、塗るっていうかもう、なんて言うんですよ。保湿がもうめちゃくちゃ残ってて、もう顔洗うのやめようと。いや、もう顔洗いたくないなって思うぐらい、まだツルツルが残ってて、それで、それがですね、保湿力が2日ぐらい持続したんです、ね。で、なんかその2日間、その1回しかしてないんですけど、二日間ぐらいずっと保湿が残ってる感じで、なんか、すごい、毛穴もなんかギュッて縮まった。なんか、化粧してても全然ノリが違うし、なんか本当にキメがめっちゃ細やかくなったっていうか、毛穴開いてたのがギュッて縮まった感じしまして、あと首のシワが、すごい気になってたんですけど、首が綺麗に、伸びてた。すごい。それはこうつけた、その美容液をこう首にもこう。はい。ですよね。もう相撲上そうですが、こう首につけて。そうなんです。あ、すごい。つけてたんですけど、あと手もずっとここのところもつけてた、ツヤ、すべすべツヤツヤで。ああ。よかったんです。すごい。なんか言ってなかった。ですけど、次の日もなんか言われました。全然違うって言われました。すごーい。ねえ、これはもう一回で、で、それが持続して、で、今も、そうなんです。もう全然違う感じがします、今も。ああ。なんでこれ、毎日つけたら今みたいな、毎日つけたらどうなるんだろうって思って、すごい楽しみ。楽しみですね、これは。毎日つけたいとか。お聞きして、本当そうですね。もう、
でもやっぱりこのね、美しくなることっていうのはやっぱりあのね、最高の使命ですんでね、女性が美しくまたなってね、はい、またそれ、これはまた女性も男性もね、できるこのパックでみんなね、今やもう本当に男の人も女の人もツヤが大切だってね、はい、いただいてるので、本当に楽しみでございますね。はい、です。もうすぐですよね。もうすぐですね。長くしてお待ちしております。わー、感謝してます。わー、まあ、そう、本当にお美しい、うんうん、ね、艶やかな透明感と滑らかさが本当に画面を通じても感じられます。先生、ますますのお美しさ、おめでとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。嬉しいです。もう、後ろの、あのね、いらっしゃる、あの、ヤクン先生も、あの、トマル院長さんも、これはもう、にこやかに、もう、楽しみですね。男性も女性も楽しみ。もう予約して待っております。予約して、予約して、嬉しいご予約、おめでとうございます。感謝してます。いいですね。これは、女性も男性も、はい、やっぱりそれはもう肌がね、うん、はい、しっとりツヤツヤであることはもうとっても嬉しいことですんで、はい、楽しみです。楽しみです、まあね、地球軽くなっちゃいますね、はい、地球さん、はい、おめでとうございました。向井さん、ありがとうございました。感謝してます。感謝してます。はい、はい、では、はい、ここからは、ここからは、はい、はい、稲見ひとき先生のお店の、はい、いよいよ、はい、いよいよ、いよいよ、はい、今、21時30、はい、あ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 今、今、あの、いろいろなご感想を聞きながら、はい、そこで、待機してくださって、はい。はい。感謝してまーす。感謝してまーす。すごいこうなんていうかな、しまっていく感じがしますね。あっ、うーん、吸い付いてくる感じ。あ、そうですね。はい、で、あの、新刊のパックも貼ったことあるんですけど、はい、うちからだんだん流れてくるんですよ、あの液が。はい、この辺ダラダラになるんだけど、うん、全然流れてこないです。あっ、すごい。ここがずっとしっとりしたままですね。まんま、あ、はい、すごいですね。今さっきこう、はい、残ったのをここにつけてたんですけど、塗っただけですごいピカピカツルツル、しっとり。どうします？ご開帳しましょうか。ご開帳。これはご開帳でも多分、かれこれ30分35分ぐらい経とうかなというところでございますけれども。はい、この残ったのをみんなが奪い取った。あ、そうですね。わかりますよ、その気持ち。もう皆様がもう本当に、もう離さない感じで。はい。では、では、今つけて30分の、はい、30分いかがでしょう。いかがでしょうか。あ、すごい、あ、つる、あ、つるっと、あ、すごい、つやつやで、なんかしっとりと綺麗に、あ、つややかですね。あ、そう、あ、フェイスラインがとっても綺麗に、あ、顎のフェイスラインだったりが、あ、すごいツヤ、まだすごい残ってます。そうですね、わかります。あ、これは非常にツヤやかで、あ、キメがものすごい整って綺麗ですね、うん、ありがとうございます、ね、あ、そしてすごいなんか顎がすごくなりました。ここね、締まった感じがしますね。します、します、します、はい、で、このね、目尻が上がった感じ、うんうんうん、で、こう、ここの頬骨の位置も上がって高くなったかなって思います。うんうん、あ、すごい、あ、なんかすごい色白、うんうんうん、ありがとうございます。あ、すごい、あの、もう先生はね、ほら、あの先生のあの職業ほら、あの的にあの美容師さんでいらっしゃるんでね、そういったあのこのヘアメイクさんのね、あのやっぱりそういうあのしながら、やはりこの肌のコンディションとか、やはりそういうこう美のね、ところっていうのはやはり専門的にねなさってる先生なんで、あ、でも本当にね、目がね、目尻がこう上がってますね、うん、で、このここの幅も違いますね。あ、そこのね、たるみ
たるみっていうか、うん、違います。すごい、あーすごい、もうほんと目が上がってる、いいわいいわ、素晴らしい、これはこれはこれは先生、これは使い続けたい感じで、ね、これも1日2回いきますか。あ、そうですね、うん、そしあでも本当にあのね、あの昼こうなんていうんですかね、こうシャッこうやってこう、うんうんうん、今ずっとつけられてても全然ヘリカがペロンって剥がれることもなく、そうですね、お顔に、あのずっとこう湿ってるというか、うんうん、あの肉厚な感じで、しっとりとろっともしてるし、うんうん、すごいすごい素晴らしい。これはもう今ね、あのだいたいこう10分ほどからね、もう1時間ほどもね、うん、あのこうつけてていって、そんな風にしてっていうところ、今30分でね、うん、お試しいただいて、この艶やかさで、ね、で、あのみんながすごいあの楽しいんでずっと笑ってたんですけど、うん、全然もうめくれることも、うん、めくれることもなく、うんうん、全然何しても大丈夫でした。あすごい、やりました、おめでとうございます。最後最後、あ本当に自然と、まあ、一生懸命一生懸命、おめでとうございます。わあ、な、本当いいですね。わあ、これはもうテンション上がりますね。いやでも本当にこの、あの、ひとり先生から聞いたお話はいいですか。あの先生、ではお願いします。ひとり先生から聞いた、枕元で聞いたお話。枕元で、心は傷つかないんだよって教えてくれたんですけど。あ、そうですか。なんで、監督、さっき山翔子。あ、監督さん、滝山翔子で美しくて豊かになる映画を見ていきたいと思います。あすごい、もう先生が監督であり主人公であるね、この本当にますます、美しくて綺麗で、本当にあの素晴らしい天国波動の、そして素晴らしい言霊の波動のね、あのますます美しい先生、本当に今日もありがとうございました。ありがとうございます。感謝してます。すごいですね。あこの、このつけて本当に30分ちょっとっていう風なところでの、ね、あこれはもうツヤツヤ美人大妄想で本当に素敵な、お話を頂戴いたしました。もういいですね、もうなんかお話に花が咲いているようでございます、はい、本当に、一口ですのお店、皆様本当に今日もありがとうございまし た, ございました。感謝してま す, てます、愛してます。はい、という先生方のたくさんご登場となりまして、はい、まあ今日ももりもりの、あのいいご感想を頂戴いたしました、はい、ありがとうございました。このなんか おくつろぎの感じがいいですね。いいですね。ありがとうございました。はい、という、はい、先生方の、お話、はい、これはまたまた楽しみですね、はい、楽しみです。この大セレブ、はい、ね、近未来ながらパックね、こうやってあのお話 しながらでもこうやってつけてて話もできる、はい、でね、で少しこうやって置いても剥がれることも、しっかりね、こうやって耳かけがついてて剥がれることもないし、はい、そのた何せこうたっぷりのね、本当に美容液が1本分ぐらい入ってるぐらいの量が、あ、由美先生もね、やられてね、ありがとうございます。どうもありがとうございます。あ、私も、はい、あの、ありがたく、あの、はい、使わせていただきまして、で、あの時もですね、はい、このつけながら、で、途中でこう喋りながら、うん、で、でも喋っていても、全然こう、剥がれてき、こう、剥がれてこず、で、ずっとこうやってこう喋って、なんかいろいろ、わーとかあって、はい、ね、こんなであんなでとかって言って、で、それで最後に、あの、撮らせていただいて、こう見ていただいたっていう風な感じだったんですね、はい、あの時には。もう、あの、もう、なんか、フェイスラインがまず本当にあの、ぐっと、あの、上がって、やっぱりこのお姉様世代だと、ちょっとこの辺がね、あの、こう、気になる、まあ、私ですね、あの、こう、18歳、ちょっと気になる感じのところがあったんですが、それが本当にキュッと上がるのと、やっぱり目尻も上がってくる感じで、あと、色白になって、で、それがその日から、2日間ぐらい、なんか、ズームとかでもですね、なんか、あの、なんか今日もやってらっしゃるんですか、はい、って言っていただける、また今日もやったんですかって言われるぐらい、あの私は一回ね、はい、あの貴重な一回をさせていただいたんですけど、その次の日もその次の日ぐらいも、はい、今日もなさったんですかみたいな言っていただけるぐらい、ずっとそのなんかこう、あのたっぷり美容液のその成分がこう肌に残っていて、
なんかもったいなくて、その日の夜はもう顔洗いませんでしたね。こう事務所でさせていただいて、はいはい、でお家に帰って、まあね、うん、あのお風呂と思ったんですけども、はい、もう顔洗いませんでした。でも、はい、そのぐらい、あのしっとりとして、ちょっとこれは私もまとめ買い、まとめ買い、集中ケア、集中ケアで、やはり、それは簡単で、はい、でもね、先生方も、あの、はい、これはもうつけながらこうズームをやりたい、あ、それやろうかって話を出て、ね、あの、はい、楽しそうと思って、ですね、それはなんかもうぜひ、はい、ね、こうやりながらでも測れないみたいになりますもんね、きっとね、はい、楽しみですね、楽しみ、来週、ね、来週、そうですね。はい、本当にご予約受付中ですね。ご予約受付中まだまだ受付中ですんで。ですので、あ、でも由美先生、あの、はい、もともと上がられてますけど、確かに、あ、そうですか、はい、あ、ありがとうございます。今もなんか、あ、そうですか、まあ、はい、正直な方ですね。決して今の聞いたからではなく、あまりに自然だったんで、そうですか、そうなんです、はい、もうなんかすごくいい、はい、やっぱりあの画期的な、あの、うん、ああいうふうに2段で耳にかけるっていうのは本当にないことのよ、はい、もう、ね、このなので、またこの、顎のラインもますますこうキュッとするような感じで、ああ、いいですね、最高に最高で、もう皆様のお話聞いてたらますます、ますます早く、早く欲しいです、なのでもう間もなくね、はい、月内の登場かと聞いておりますので、はい、楽しみにさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。皆様も素晴らしいお話ありがとうございました。感謝してます。感謝してます。はい。はい。ということで、いつもこの画面をこうつけたりとかしてるんですけど、今日は同じ画面から、そうですね、なんか反射的に画面を探すんですけど、もうこれで。ここで大丈夫ということですね。ありがとうございます。ご一緒させていただいて、本当に感謝してます。感謝しております。幸せです。ありがとうございます。はい。じゃあ、一個先生、もしかしたらご到着されましたかね。感謝してます。あ、どうも、久保太鼓先生、感謝してます。あ、よかったでした。ご到着。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、こちらの、感想会のですね、冒頭に、昨日の愛媛の、二人会のですね、ご感想、講師の先生と、で、あとね、聞かれたまな弟子様からのね、ご感想を頂戴いたしまして、久保田一子先生のご登場を、こう、お待ちしておりましたら、ちょうど画面の中に見えてきましたので、先生、本当にご活躍様でございました。本当に温かい愛と光の一人先生のお店でさせていただいたので、本当にこうなんか感情をあ、感情が出るままにさせていただけたっていうのは、この本当に皆様の愛のおかげです。感謝しております。で、初めての四国、お四国様で、の舞を逆打ちでさせていただいたのも、本当にこう夢だったので、一つ夢が叶って、本当に、おかげさまで、みっちゃん先生、そして、ひとき先生、むか先生のおかげさまで回らせていただきました。そして、それで、回らせていただいたので、その話をこう冒頭に、させていただけた講演会だったので、感謝でいっぱいです。ありがとうございます。すごい感動でしたね。もう何度もハンカチでですね、目頭を押さえる場面がありまして、ね、でも、それだけ本当にアットホームで、その先生がこうね、楽しく本当にね、先生のこう思いをがね、溢れるね、講演会になったんだなって思って、もう本当に感動しておりました。ありがとうございます。本当にね、ちょっと涙するとこうね、あれなんですけど、なんかもうハンカチもちょっと用意してたのではい、本当に楽しくさせていただいたので、
はい、あの、場数を、あの、組ませていただいて、ありがとうございます。おめでとうございます。あ、いいお話で、ね、あの、まあ、いっこ先生、ね、本当にあの、3回目、3回目の講演会となりましてですね、本当に、はい、ね、素晴らしい、毎回素晴らしいお話、で、また感動のお話が、あの、昨日聞けたので、本当に幸せでした。ありがとうございます。感謝しております。ありがとうございました。感謝してます。ああ、素晴らしい。本当に、あの、皆様の、ね、あの、楽しい、優しい波動の中でのね、うん、あの、会となりまして、本当に、皆様に感謝いたします。本当にありがとうございました。ありがとうございます。感謝してます。そして、よかったですね。間に合いましたですね。成果を上げて。絶好調の中。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、この美女に、ね、5人衆、ね、美女5人衆で、ご参加いただきました。本当に今日もありがとうございました。いっこ先生、そして皆様、キネア先生の学んでる人皆様、ありがとうございました。はい、感謝してます。感謝してます。はい、はい、という、本当に感謝いっぱいですね。はい、本当にでも、皆様、ね、一人先生のもとに集まっていらっしゃる方っていうのは、皆様本当にあったかくて、楽しくて、はい、本当に、ね、素敵な仲間様ですね。皆様本当に心より感謝いたします。はい、はい、というあっという間のお時間でこう盛りだくさん盛りだくさんで、はいはい、今日もすごい充実の、時計がもうなんかちょっとこれ早回しなんだね。そうですね、いうぐらいっていうぐらいの、あの、今お時間になってます。時間ぐらい早いから。そうですね。素晴らしい、盛りだくさんの会に感謝いたします。素晴らしいお話、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、はい、ここまでが第2部。はい、第2部で、はい、一旦こちら、第2部、終了させていただきます。楽しい丸勘115出陣式、ズームバージョン、これにて、一旦終了させていただきまーす。感謝してまーす。